お待たせいたしました。山の球場です。愛知対北海道日本ハムファイターズセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。愛知の先発は期待の逸材鹿野、対するファイターズの先発は右の浦野、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。大展開で迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で頼れる助っ人メヒア、通算150号に王手をかけています。合図続けざまに代打を起用してきます。第3球ボール、ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げた、打った、ファールボール。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、破っていった、ボールは中継、メヒアナイスバッティングです。アイズ敗れました。ご覧のように北海道日本ハムファイターズが勝ちました。本日の勝ち投手浦野、負け投手鹿野。さて本日のヒーローは渡辺、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように9対3、会津残念ながら敗れました。勝利投手は浦野、敗戦投手は鹿野。会津なんとも後味の悪いゲームでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、山の手球場よりお伝えしました。お待たせいたしました。山手球場です。愛知対北海道日本ハムファイターズセパ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。愛知の先発は右の高木、対するファイターズの先発は投げるサイレント K 有原、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。今日のヒーローは見事完封勝利を収めた有原、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対0、会津敗れました。勝利投手は有原、敗戦投手は。お待たせいたしました。山の手球場です。愛知対北海道日本ハムファイターズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。愛知の先発は右の吉典、対するファイターズの先発は右のロドリゲス、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で高濱、初球から送ってきました、ファー。第2球、ここは振ってきました、ファールボール。第3球を投げた、ボール。投げた、あーっとショーフライになった、ファウルグラウンド、キャッチしています。合図同点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で高濱、第1打席は初球を打った、左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁。
ッツ敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手のロドリゲス。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4-1。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。まただ。